皆さん、こんにちは。このウェビナーでは、訴求的 TUE 申請と TUE 申請書の不備をなくすための注意点についてお話しさせていただきます。このウェビナーの達成目標です。まず、訴求的 TUE 申請の要件を理解します。そして、様々な状況で自身の TUE 申請が訴求的なのか、通常の TUE 申請かを判断できるようになることが2つ目の目標です。 最後の目標として申請書の不備が多い箇所を理解し TUE 申請書を作成するときに注意し TUE 申請することができるということがポイントになります。今回ご説明するのは国内アンチドーピング機関として JADA の TUE 申請書を基にご説明しますが国際競技連盟へ TUE 申請する際も同様の内容が記載することとなりますので是非ご活用いただければと思います。 訴求的 TUE 申請について確認しますスライドに示しますのはアジア競技大会の派遣手続きにおいてウェビナー学習後の確認フォームで回収したデータの解析例ですこの具体的な問いの内容というのがグレーの部分になります 突然のみ,じみなりのために病院に行ったら突発性難聴として診断されました。予後を考えるとえ、今すぐにでも治療が必要だと医師は言う。あなたがこれからすべき行動を順番に並べてください。ということで、4つの、えー、キーワードがあり、これを順番に並べるという質問でした。この質問を見ていただくと、順番の1、2として、 質問する、伝える、そして三番目に TUE 申請して治療を始めると回答した方と治療を始めてから TUE 申請するという方がいらっしゃいましたこの違いがえまさにこれからご説明する訴求的 TUE 申請を、えー、理解しているかということに関わってきます 実際のルールとそしてスポーツ現場で起こりうる実際の状況を確認しながらアスリート自身の健康を守るという観点で適切なクリーンスポーツの意義としてはアスリートが健康にスポーツに参加する権利ということが第一に位置づけられておりその権利を有効にするための手段の一つとして TUE 申請があります。 その TUE 申請を訴求的「訴求的」「訴求的」とは TUE を申請するということを意味しますが禁止物質を禁止方法を使用したことを遡って TUE 申請できる要件に該当するのかそして自,自身の治療状況がどういったことか理解して正しく行動するということが重要になります。ですのでこのウェビナーではあえて「訴求的 TUE 申請」について、えー、この「 テーマを設けさせていたただきましたではこの「訴求的 TUE 申請」ですが原則国際レベル国内レベルのアスリートは治療を目的として禁止物質または禁止方法の使用が必要な場合その物質や方法を使用するまたは保有する前に申請を行い TUE を取得する必要があるということで。 えー、TUE の国際基準の中で定義されていることが、え事前に申請を行って、え許可されて初めて、T えー、禁止物質禁止方法を使用してくださいということを伝えています。しかし、先ほどのスライドにあったとおり、緊急時などのえ、どうしてもアスリートの健康を守るためには必要な行動がある場合には、遡って TUE 申請することができます。その さかのぼって申請する訴求的 TUE 申請については要件が国際基準で定められています。まず先ほどのアンケートのような形で医学的状態の救急または緊急の治療で禁止物質方法の使用が必要であった場合が1つ目の要件です。2つ目は検体採取前に競技者が TUE の申請を提出することの妨げとなる時間や機会の不足または例外的な事象ということが 挙げられています3つ目は国の政策上の要請や重要課題によって JADA が検査配分計画において特定の競技を優先させるために他の競技のアスリートからの TUE 事前申請に関する検討を差し控えている時そして4つ目国際レベル国内レベル以外のアスリート 最後に競技会人のみ禁止された物質を治療目的で競技海外で使用しドーピング検査を受けアンチドーピング機関から陽性反応の連絡を受けた場合ということで遡って TUE を申請する要件は国際基準の中で5つ定められていますそのうちの2番の検体採取前に競技者が TUE の申請を提出することの妨げとなる時間や機会の不足 あるいは例外的な事象があるというのは2020年の全世界が、えー、新型コロナウイルス感染症拡大のような状況で緊急事態宣言が発動され、えー、行動制限がされたような特殊な事例を挙げます。ですのでこの2番については よほど特殊な要件がそして3番については日本においてはこの国の政策上の手続きというのを行っていません。よってえ国内に関して申し上げるとこの訴求的 TUE 申請の要件のうち3つ医学的状態の救急または緊急で禁止物質禁止方法の使用が必要であった場合の方と。 国際レベル、国内レベル以外のアスリートの方そして競技開始にのみ禁止された物質を治療目的で競技海外で使用しドーピング検査を受けアンチドーピング機関から陽性の連絡を受けたという条件の3種の条件に該当する方のみが訴求的 TUE 申請が行えます最も重要な部分が1つ目の医学的状態の救急または緊急治療です。 他のウェビナーや今回のウェビナーでもそうですが、禁止表国際基準の改定に合わせて自身の使用されている、えー、医薬品について禁止表を確認してくださいということが言われています。この緊急、救急での治療ということですが、アスリートにとってはいかなる医療状態、えー、病気、怪、え、我、ー、けが というのは緊急救急治療だとは思いますがあくまでもここで言えるのは医学的に医師が救急先ほどのアジア大会の質問のようにこの治療に対して今すぐにでも治療を開始しないと予後が良くないと判断されているような事情を示します禁止物質以外で治療ができる場合というのはここには該当しませんのでご注意ください 多くのアスリートで確認いただきたいのは、この医学的状態の救急または緊急治療に該当するかという点です。あとの2点については、それぞれのカテゴリー、あるいはご自身が使用された禁止物質が、糖質コルチコイドや、先ほど禁止表の改定にもありましたトラマドールのような、競技開始に禁止される物質をいつ使ったかによって、訴求的になるということになります。 ですので、この3つのポイントをもとに、訴求的 TUE 申請ができるかどうかというのは判断してください。この訴求的 TUE 申請の要件の確認ですが、これは TUE 申請書の中でアスリートが記載する欄に資料があります。ですので、医学的状況にある緊急・救急性というのは、主治医と相談し、アスリート自身が記載しなければなりません。 これは訴求的申請ですかということで、先ほどの3つの要件に該当する場合ははい。そして、えー、実際に、えー、該当する要件を書いていただかないといけないです。そして、訴求的の場合はすでに禁止物質を使用しているので、はいと答えた場合は治療開始日を書かなければなりません。このような形で、5つの中から該当するものをチェックできるように TUE 申請書は用意されています。 そして、訴求的要件を確認した上で皆さんに注意いただきたいのは、TUE 付与の要件です。訴求的 TUE 申請であっても、禁止物質を使用する前、治療目的で使用する前の通常の申請であっても、その要件は同じです。4つの要件があります。 臨床的証拠に基づく診断であること、そして健康を取り戻す以上に競技力を向上させないこと、他に変えられる治療方法がないこと、トーピングの副作用に対する治療ではないこと、この4つを TUE 申請書と医療情報から読み取れる情報をもとに全て条件を満たしていることが確認できれば TUE が認められます。ですので、まずアスリートの方ご自身が TUE 申請をするどの条件に該当するかそして認められ,るられるかどうかというのはこの4つの要件を十分に説明できるだけの医療情報が用意できているかというところにかかっていますので特に一番大きなポイントとしてはこの臨床的証拠に基づく診断であるということで客観的な診断根拠となる検査結果であったり情報というものが整っているのかそして 禁止物質以外の治療方法がががなないいいいかかととととううここ確認できているかということが重要になりますアスリートの方は自身がアスリートであるドーピング検査を受ける可能性があることを伝えた上で必ず臨床的証拠に基づく診断根拠というものが求められるので医療情報の提供を協力依頼し禁止物質以外で治療ができればそれを優先していただくことも相談してください。 このような形で訴求的要件と TUE の付与の要件を確実に確認した上で実際の TUE 申請を行います。では実際の TUE 申請書ですが不備はないか最終確認が必要です。国内において最も TUE 申請書の不備が多い内容を伝えます。 TUE 申請書は現在 TUE 申請書自体が12枚そして日本においては JADA が用意している申請を確認フォームが2枚ありますえ言うまでもなくこの TUE 申請書はアスリートだけでは作成できません医師が記載する欄があります医師が記載する項目としては診断名薬剤の情報医師の先生そしてこの申請書以外に病歴や治療経過臨床検査結果というものを 準備していただく必要がありますアスリートの方はこれらに記載していただく準備していただくことを協力を求める必要がありますアスサポートスタッフの方医師の方についてはこういった情報をアスリートが必要とするということをご理解いただければと思いますでは医療記録とはということで先ほども申し上げました TUE の4つの認められる要件がありますがこれらを あくまでも書面上上だけで3名以上のの TUE 委員会の医師が確認することになります。ですでのでヒアリングがなく質問であったり相談窓口などなくあくまでも書面だけから認められる要件に該当するかを読み取らなければなりませんので必須項目としてまず病歴そして禁止物質以外で治療されているかということですね許可されている治療薬では治療ができず 禁止物質ででななければ治療ができない理由、客観的診断根拠となる検査結果そしてすでに慢性疾患などで治療を開始してしまっていてアスリートが国内レベルアスリートあるいは国際レベルアスリートになった時点までの治療経過、そして遡って TUE 申請をする場合は緊急や救急治療であることが確認できる診察所見ということになります。 例えば、疾患名と審査に必要な検査項目、提出いただきたい医療記録として、JADA のウェブサイトには、スライドに示すような表が掲載されております。こちらに示します内容というのは、国内においても TUE 申請が非常に多い内容となっておりますので、ぜひ参照していただければと思います。 次に、えー、不備が多く、やり取りが多いものということで治療期間の修正ということですえ。左側に示す項目というのは、ぜひこの機会に確認いただければと思いますが、TUE を認められた場合、TUE の報告として判定書に記載する条件というものが書かれています。これは国際基準上で定められています。 一つ目として、TUE が認められた禁止物質禁止方法の名前。そして、許可された投与量、認められた投与量です。そして、投与経路と投与頻度。最後に、治療機関ということで、この治療機関とは、つまり、TUE を必要とする治療機関です。アスリートの方が医療機関において、医師に、この TUE 申請書を提示すると、どうしても治療機関とは一般的に、 医療の現場ではえ、実際の疾患に対してえ、診断してからいつまで、これまでどれぐらいの治療期間を用意していますかということを書くことが多いので、例えば5歳に発症した病気を20歳まで治療していると15年と書かれる申請があります。しかし、 これは TUE 申請書というものはあくまでもスポーツにおけるアンチドーピング規則のルールです。一般の医療の手続きではありません。左の項目に示した通り、こういった項目をスポーツにおいてアンチドーピングのルールの中で、このアスリートは治療目的で禁止物質禁止方法をこういった条件で認めていますということを証明するための情報になります。ですので、この治療機関とは、 訴求的 TUE 申請の場合は実際使用した期日を書いてください。それ以外の治療、えー、申請の場合は予定する治療期間、つまり申請してから同じ投与量、同じ物質、同じ投与経路でどれぐらいの期間を使用するかということを具体的に書いていただく必要があります。医師の方に伝えるには、例えば投与計画を書いてくださいというような形で アスリート自身が TUE を必要とする治療機関を記載していただくことを推奨いたしますですのでこの治療機関が多くの場合遡っている過去の記載が多いですのでこの修正などをやり取りしている間に申請審査の期間というのが非常に時間を要してしまうことがあります申請する前にまずはこの記載する内容というのを確認いただき アスリートの方はどのように医師に伝えるかということを、えー、確認していただければと思います。この部分です。TUE 作成前に再度確認をお願いします。今申し上げたような内容というのは、えー、医療従事者サイト、JADA、えー、のコーポレートサイトの,の中にある医療関係者の方へということを、 ところをクリックしていただくとこのようなバナーがありましてそこをクリックしていただくといくつかの情報が表示されますまたアスリートとサポートスタッフの情報の入り口として JADA クリーンスポーツアスリートサイトの中に健康を守るためというタブがありますこちらを確認いただくと禁止表 TUE サプリメントのトピックスについてルールの確認やケーススタディを確認することができますえ最後に 本日は詳細に説明しておりませんが、アスリートの方が治療目的で禁止物質禁止方法を使用する場合には、ぜひグローバル DRO、ドラッグリファレンスオンライングローバル DRO をご利用ください。こちらは7つの国のアンチドーピング機関が国際的に協力し運用をしております。2024年の禁止表の改定についても1月1日に改定されるよう現在準備を進めています。 また、えー、成分をもとに近視標告際基準に従って検索ができるようになっていますので成分をもとに検索することが可能ですアスリートの方にとっては自身の行動を記録し DRO ですと実際検索した日時でデータを保存することができますので実際に検索したことを証明することができます 医療従事者の方であれば、アスリート自身が意思決定をできるために適切なアドバイスの活用に利用することができます。いずれにしても、グローバル DRO については、検索した内容を保存、そして期日も記録されるということから、アスリートの証明責任という意味では非常に重要なツールになりますので、ぜひご利用ください。まとめです。 このウェビナーでは、訴求的 TUE 申請の要件を理解することができるように、もう一度要件を確認してきました。そして、さまざまな状況で自身の TUE 申請が訴求的なのか、通常の TUE 申請なのかを判断してください。最後に TUE の申請書の不備が多い箇所を理解し、実際にご自身が TUE 作成する、あるいはアスリートの方であれば、医師に作成を依頼するときに、事前に注意事項として伝えることを行ってください。以上でこのウェビナーを終了します。ご視聴ありがとうございます。